井端ジャパンウィジン、オーバーヘージ枠に田口和と、今井達也、坂倉翔吾。野球日本代表、井端弘和監督、48、のウィジンとなる、カーネクスト、アジアプロ野球チャンピオンシップ2023、11月16、19日、東京ドーム、で、29歳以下のオーバーエージ枠、3、2ヤクルト、田口和人、28、西武、今井達也、25、両投手と広島、坂倉翔吾捕手、25、が内定したことが20日、分かった。このほか、阪神、森下や巨人、秋広、楽天、早川らが内定、投打に有望株が揃い、17年の第1回大会に続く優勝を目指す。どうでもいい試合やんけ、中継ぎは休む方がええやろ。思ってたよりも割とまともなメンバー集めれたんじゃないのか。井端監督だと応援したくなっちゃうね。荒切ってチニドラやめて井端と一緒に侍ジャパン入りすると思ったら違うんだな。と思ったらハムの秋季キャンプの臨時コーチかよ荒木。アマチュア選手呼んだらええやん。来年のドラフト候補の宗山とか金丸とか、こんなもんに年齢制限を設ける意味が変えらん。自由に編成させりゃいいだろう。田口 FA なのに出るのかよ。ソフトバンク0人あるんちゃうかこれ。 WBC 組は牧しか選ばんの。阪神オリックスの投手は全員辞退かな。道知り出たチームの投手はいかなそう。田口 FA のための就活クローザーだったんじゃないの。オーバーエイジなんか消耗するだけのマイナスでしかないやろ。実はもう残留決まってんのかな。ファーストは清宮か山口かでも候補にも名前上がってないんだよな。ご視聴ありがとうございました。